海外、日本の餃子は次元が違う。日本の冷凍餃子が五輪アスリートの間で大ブームに。お疲れ様です。世界的に高く評価されており、人気のある日本食、無形文化遺産にも登録されています。日本全国に様々な食があり、どこへ行っても美味しいものに出会うことができる。我が国はそんな国です。高級料理からリーズナブルで親しみやすいものまで、何でも揃っている日本食ですが、慣れ親しんでいるからといって侮ってはいけません。今回は我々日本人の食卓に日常的に並んでいるであろうある食品が海外の方の間で話題になっているようです。早速触れていきましょう。約700種類の料理が24時間営業で提供されている選手村の食堂。日本、西洋、アジアなど地域別の料理があるほか、ベジタリアン向けの料理やハラルフードなど、あらゆる食文化に対応できるようになっています。日本女子初の競泳2冠を達成した大橋悠依選手と、男子 200m バタフライで銀メダルを獲得した本多灯選手が3日、日本オリンピック委員会の TikTok に登場し、選手村での人気メニューなどを紹介しているのですが、大橋選手は人気のおかずについて、人気なのは餃子、本当に世界各国の選手にすごい人気と紹介。実際にアメリカのラグビー代表イローナ・マー選手が選手村の餃子を世界一と絶賛するなど、海外アスリートから非常に高い評価を受けているのですが、実は選手村の餃子を提供しているのは味の素で、スーパーなどで購入できる冷凍食品であることが分かっています。日本の焼き餃子が外国人の口にも合うということのみならず、冷凍食品の質の高さも図らずも判明した形になったわけですが、関連投稿には一般の外国人からも日本の餃子を絶賛する声が相次いでいました。寄せられていた反応をまとめましたのでご覧ください。なんかアスリートがみんな選手村の餃子とやらを絶賛してるね。中に何が入ってるのか皆目見当がつかない。選手村の餃子は今まで食べた中で一番美味しかった。味の素の餃子はアメリカでも手に入るよ。アメリカのみんなおめでとう。味の素に勤めるオランダ人より餃子の動画を見て絶対美味しいであろうことを悟った。俺にとっても餃子は一生の相棒だ。餃子を食べるためにいつかまた日本に戻りたい。アスリートたちが本気で羨ましい。日本が恋しくて仕方がない。日本の料理に完全に虜になっちゃったの。あまりにも美味しすぎる。 SNS に選手村の様子がいろいろ投稿されてるけど、選手たちが学生みたいに楽しんでるのがなんか好き。私は朝食に餃子、昼食に餃子、夕食に餃子、餃子を絶賛するアスリートが何人もいて面白い。アスリートが餃子の美味しさに感動してるようだが、日本にいるなら料理が美味しいのは当然だぞ。日本の餃子はベスト。でもとんかつカレーもぜひ食べてみてほしい。餃子について熱く語るアスリートを見るのは2人目。自分はまだ食べたことがないけど、餃子を絶賛するアスリートが多いし、かなり美味しいんだろうね。今日の朝だけでも2件、私のアカウントのおすすめに五輪選手の餃子動画が表示されたんですけど、餃子が好きなら宇都宮に行ってごらん。あの町の餃子は日本で一番だから。東京でオリンピックが開かれるって聞いた時にまず思ったのは、絶対に美味しいものが食べられるじゃんだった。ちなみに味の素の餃子はアメリカでも買える。
油と水をちょっと足してから蓋をして、弱火で焼けば美味しく仕上がるよ。アスリートたちに嫉妬しちゃう。日本での生活と日本の美味しい料理が本気で恋しい。私は3食日本の餃子でも全然いける。それくらいあの料理にハマっちゃってる。味の素の餃子、コストコの冷凍食品売り場にも売ってるぞ。味の素餃子は普通にアジアンストアでも売ってる。うん、日本の餃子は本当に次元が違う美味しさだよね。選手村の他の料理も体験してほしかった。日本は本当に料理の天国だから。まあ日本の餃子が世界一じゃなかったら逆にかなりショックだけどね。中国の可能性もあるけど、日本で食べたものが美味しくなかったらきっと裏切られた気分になるよね。アスリートには餃子以外にもいろいろ食べてほしい。人生で餃子を悪く言う人に出会ったことは一度もない。選手村の餃子は世界一って言ってるアメリカのアスリートは私が知ってるだけでも2人いる。でもアスリートの食事レポはどれも面白い。だって日本の食べ物だもん。そりゃもちろん美味しいに決まってるよ。いかがでしたか？食べたことがある方は絶賛、食べたことがない方は興味津々といった様子ですね。日本人がさりげなく食べている焼き餃子がこんなにも話題になっていることが驚きですし、餃子一つでここまで話が膨らむということも意外です。中に何が入っているのか皆目見当がつかないとおっしゃっている方もおられますが、餃子の知名度はどれくらいなのでしょうか。失礼な言い方になりますが、人生で一度も口にしたことがないという方は人生損をしている可能性がありますので、ぜひトライしてみてほしいところですね。一度食べてみると餃子を食べるという楽しみが増えるでしょうから、ほんの少し人生が楽しくなるかもしれません。余談ですが、餃子派とシューマイ派で多数決を取ると餃子派が圧勝するのだとか。これではシューマイが少々気の毒ですので、餃子派の方もたまにはシューマイを買ってあげてください。皆様はどうお感じになったでしょうか。ご意見やご感想などいただけると動画作成の励みになります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回お会いいたしましょう。